僕が、まあ、こってこての東京都大田区蒲田という、もう下町も下町で生まれてるので、それでえっとか、あと英語で話しかけられる、すいませんちょっと全然意味わからなかったです、実は日本語しか喋れなくて、えっっていうのをリアクションをちょっと楽しんじゃってるっていうのがありますね。やっぱ小学校に上がって周りの子たちからやっぱその見た目のこの色であったりとか、それこそこの髪型ももう昔からずっともうアフロヘアだったので髪型が全然違うとかっていう指摘を受けて、そこでちょっと意識が芽生えたというか、なんでこんな人と違うんだろうとか、周りから言われてるので周りに聞くわけにもいかなかったので、自分の中でやっぱどうしてもその引っ込み思案というか、やっぱいじめられてるとかっていうのもあったので、どうしても聞けなかったので、まあ悩む時期というか葛藤してる時期はありましたね。中学校になった時にその部活に入って、やっぱりそのバスケットチームスポーツで周りとも連携を取らなきゃいけない、で身長も昔から大きかったんですけど、どん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 大きくなっていくことによって、その部活内で結構その優位にみんなと、昔はもう劣等感しかなかったんですけど、ちょっとずつちょっとずつそのフラットに話せるようになってきたというか、でそうなってくると自分の中でも正直その小学校時代と周りからなんて言うんでしょう、かけられる言葉っていうのは変わらなかったんですけど、自分の中でどん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 引き出しが出てきて、まあそのいろんな意味で返せるようになってきたというか、うん、まあ面白おかしく返せるようになってくると周りも笑ってくれる、そうすると自分もやっぱり楽しい。正直それはなんかないっていうのが一番なのかなとは思うんですね。海外の方も来ますし、で僕らね、日本で暮らしてる人たちがもう海外にも行ける時代なので、もうその国単位とかではなくても地球一個で暮らしてる人たちって考えたら地球人ってなるのかなっていうのは思いますね。